ジュディッタ・ウィーン・キシツ・メルビッシュ・古城音楽祭は、オーストリアのメルビッシュ・アムゼーで開かれるオペレッタ・音楽祭。毎年夏にノイジードル・コ城のステージで主に、ウィーン・オペレッタが上演され、毎年約20万人を動員している。1955年に、ウィーン国立歌劇場の歌手ヘルベルト・アルゼンが構想し、2年の準備期間を経て1957年に、 1> 第1回の音楽祭が開催された。第1回の演目は、ヨハン・シュトラウス2世のジプシー岩石であった。当初は1200名の収容能力があったが、1959年に3000名と拡張され、現在では6000名を収容できる。2006年には、新型の音響システムが導入された。音楽祭の模様は長年にわたってオーストリア。 放送協会によって放送されている。1993年、総監督にウィーン・フォルクス・オーパーのバディトン歌手として活躍したハラルド・セラフィンが就任。まもなく、指揮者、音楽監督を同じくフォルクス・オーパーのルドルフ・ビーブルに固定、オーケストラも既存団体の将兵から音楽祭専用の臨時編成を組む体制に入った。ビーブルは2008年で退任。 セラフィンも2012年で優待し、新しい総監督には、ドイツ人、ソプラノ歌手のダグマール・シェレンベルガーが就任した。東独時代のベルリンコーミッシェ・オーパー以来オペレッタのキャリアも豊富で、メルビッシュでは2004年度の主演も務めたほか、N 教の第9演奏会などで来日読書をしたこともあるベテランである。ついでに2018年からは、オーストリア人。 バリトン歌手のペーター・エーデルマンが総監督に就任。往年の名歌手、オット・ー・エーデルマンを父に持ち、1993年度の主演者でもある。セラフィンの就任以前は、ドイツ県以外では、非常に珍しい演目も見られたが、近年は、比較的メジャー作品に集中しており、同時に国際化している。また、巧妙なウィーン・オペレッタ作曲家の中ではスッペが、 これまで一度も登場していない。ありがとうございます。